はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4太陽国プレイの続きをやっていきたいと思いますがですね、実はハーツオブアイアン4の太陽国プレイはハーツオブアイアン4の新しい、ダウンロードパック、ダウンロードコンテンツのウェイキングザタイガーが配信される前からプレイをしていて、ウェイキングザタイガーをインストールした状態になっているんですけども、ちゃんと機能するのかどうかというのが少し不安があってですね、ウェイキングザタイガーが有効な状態でプレイを開始するとそもそも、起動ができませんでした。でウェイキングザタイガーをオフにしてどうかなと思ってやったら起動はしたんですけど、この後もね、セーブができてセーブから再開できるのかどうかとか少し不安な点がいくつかありますので、その辺はもしかしたらムムムっていうね、おかしいぞっていうのがもしかしたらあるかもしれないなという点はですね、僕自身もわからないので申し訳ないんですけども、ご承知を聞いただきたいなというふうに思っています。で基本的にはですね、ウェイキングザタイガーをオフにしたもののパッチ 1.5 自体は入っている状態のようなので、もろもろのアップデートは入っているのかなというのがここまでの印象です。なので、具体的にですね、どういう形になるかっていうのはこの後実際にプレイをしてみないとわからないんですが、おそらくそのウェイキングザタイガーの入ってきた新要素が抜けた状態でのプレイっていうところで、他はねあんまり変わりはないんじゃないかなと思います。で継続してプレイができるかどうかは、この次回にならないとわからないので、もちろん継続してプレイする努力はしますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまずね、パッチ 1.5 に即した軍の編成に変えていきましょう。将軍をね雇っていきたいけど、この辺はちょっと機能しないかな、もしかしたら。機能するね、ちゃんと将軍。ここはでもあれか、新しく将軍を雇わないといけないんだな、新司令官を。新司令官をじゃあ雇いますか。お、新しい顔の将軍がいる、彼にしよう。これはうまく機能しないところかもしれないですね。うまく機能しないね、将軍が任命不可能かな。そもそも元帥じゃないから入れないっていうパターンですね、これは。おそらくなので機能自体は入るかなっていう気はします。そしたら軍をね、きっちり分けていきましょう。日本に対しての戦いという観点で言うと、まずはきっちり海岸の防衛をしていきたいので、軍の再編からやっていきますか。自動車化大隊は早急に戻ってきてもらいたいので、自動車化大隊はいるでしょ。あとは第4軍がいるという形で、少し軍を見直しましょう。まずは前回のね対応通り戻します。でここにいる、まあ、ここにいるっていうのかな、パラシュート部隊をね救ってあげたいんですけど、パラシュート部隊はどうにもならないので、パラシュート部隊はここに居続けるだけですね。でその他の軍をどう動かすかというところなんですが、ちょっとオフにしている機能が多すぎて、これパッチ 1.5 だと入っていないんで無音になっちゃってましたね。さあこれで音は入るはずです。 BGM ですね。さて、軍の方の再編はしていかなきゃいけないんですが、パラシュート部隊は置いとくでしょ。そうなると他はとりあえず元帥はいないけど元帥のものに集めましょう。で、海岸防衛はしっかりしておきたいので、海岸防衛部隊と強襲部隊で分けますか。
で駐屯させておきたいので海岸防衛ですね。海岸の防衛という意味ではこれくらいでいいかな。まあ海岸の防衛だけにならなそうな感じもしますけど、強襲上陸を防ぎたいので航空基地とかはまあいいかなって感じですね。で自動車化大隊の方はいつでも動けるように北の方に移動させておきましょう。人的リソースが不足しているという情報も入ってきてるんで、ここは人的リソースを入れるために徴兵を、どうする？今大規模徴兵だけど、これよりさらにっていうのは無理だよね。無限徴兵はできないから、人的リソースが足りないのは我慢するしかないか。じゃあこれで時間を進めていきます。自動車化大隊はそれなりに数が揃ってきてるんだな、こうやって見ると。戦闘機作る余裕ないからな今ね。作りたいのは山々なんですけど、で研究の枠は軽戦車を今作ってるので、ここに対して歩兵装備の3とレーダーですね。日本軍に隠れてね、ここに3つのパラシュート部隊がいますからね。こっからどうするかですよね。ただちょっとアップデートが入っていないとは思うんですが、国家方針とかも見ておきますか。陸軍はいいよね。特殊部隊まで全部終わってるし、イタリアが降伏した。これでもう残るは日本だけになったね。でここで、そうか、シャムも要求できるというわけだな。まあ、シャムというのはタイのことですね。どうしようかな。スコアは1843か。うん。講和条件、どうしようかな。まあ、イタリアが降伏したとはいえね、要求するパターンといってもな、何にもないよね、もうもはや。
戦勝ポイントが1843あるとはいえ、何にもできないからどうしようもないよね。まあ要求できるものがない以上はしょうがないね。まあ日本倒した時にどれだけビクトリーポイントが入ってくるか。さ、残りはでも本当に日本だけになりましたからね。そしていつの間にか虎の子のパラシュート部隊が消えてなくなったな。まあ、でもその後も頑張ってはいるよね。こうやってみると、アメリカ軍の動きもだいぶ活発になってきているのは見て取れるんで、いよいよじゃあこちらも海軍を動かしたいけどな。海軍を動かすといっても肝心の造船所がないからね。何？タイがソビエトと結んでいた不可侵条約が破棄されてるし、なんかやだなぁ、ソビエトね。いや、361隻の輸送船が必要ですって言われてもさ、輸送船全然ないんだけど。よくもそんなこと言ってくれるなぁ。さ、日本軍に対してっていう意味で言うと、また日本軍が一大攻勢をかけてきてるからしっかり守らなきゃいけないな。あとは強襲上陸かけてくる可能性もありますからね。その強襲上陸にも備えておかなきゃいけないし、国力を考えるとできることないからな。モンゴルも不可侵条約破棄すんの？さてどうするかな。国家方針ね、決めていかなきゃいけないんだけど、海軍への注力とかありえないしね。そうなると工業系に進むしかないんだけど、政治的な努力をとりあえず入れとく、一旦は。で、この後柔軟に変更していきましょう。
鉄なんだよな。やっぱ鉄が欲しいよね。いやー、工場だよなー。輸入で鉄を得るには工場が必要だよ。いや、本当に難しい舵取りになりますね、ここは。日本軍とまともにぶつかる余裕はないんだよね、そうは言っても。今って生産のラインをもう一度見ておくと、軍用トラックしかな、あと野戦砲もあるのか。となると、まあ、今後のために遠征で野戦砲を追加しておくのは悪くないよね。これで多少なりともね、戦力が増してくれればいいかなっていう。ただ15自動車化大隊で日本軍とどう戦えるかっていう話もあるしな。日本はただもうアメリカに押しに押されまくってるんで、戦闘に入るにはチャンスではあるよな。まあ、連合入りしているとはいえ他にやることないからな。ここまで来るとね、何もやることないけど、これ中国の支援するって結構危険だしな、この状態でね、中国の支援するって。いや、これでも日本が中国をほぼ平らげるの時間の問題ですね。鉄がないからどうにもならないっていう部分はあるにしてもだ。核は問題外だしな。とりあえず石油ぐらいは自給自足する。軽戦車にするとしてもね、軽戦車作るだけの鉄がないんですよね。となると抜本的な見直しではどうだろう。やっぱり造船所かな。レンドリースしてくれるのは嬉しいんだけど、輸送船がないからさ、輸送船ごと貸してほしいよな、ここまで来たら。パラシュート部隊は完全に潰されたからな。日本がやられた時に多少なりともね、その請求権多い方がいいから、進行する。
州の保持者もいなくなってるしね。よし、そしたらここは前進しよう。ちょっと待ってね。そうなると日本軍に対して攻勢に出れるところがいいよな。どうせならしっかりその勝利点を得つつポイントも欲しいですからね。いや、中国の支援するの危険だよな、このタイミングで。ちょっと様子を見ますか。本当に軍備を増強してるだけでぼーっと眺めてるだけになっちゃうけど。ちなみに戦争目的を明確にする相手もいないんですよね。外交でどうのこうのすると言っても。何？アメリカがもう日本に上陸していっているということは、これ決着は近いな。どうする？こちらも上陸したいな。上陸したいけどどうにもならない。日本軍はこの後も大陸方面では戦闘を続けるのかな。アメリカ軍が上陸して、四国に上陸したね。アメリカ軍が、アメリカ軍が四国に上陸したのを見届けて我々としてどう動くかだな。ちょっと電撃的に広州の港を取りに行くか。一旦軍を動かしてみましょう。もう動かさないと何もすることがないからね、実質今。
まあ、自動車化代替なのでスピードはあると思うんですけどね。ただ充足率とかは低いので言うほどのスピードが出ないのかな。パラシュート部隊は全滅しましたからね。日本軍いるしね。日本の様子をちょっと見ておきましょうか。日本はしっかりでも一度米軍の本土上陸作戦は阻止したんだな。まあこの後もね、なんとか上陸作戦を受けそうな感じはしますけど。輸送船だよ、輸送船。輸送船が本当に足りない。どうなんだろうね、これ15師団しかも一応自動車化大隊を配備してますけど、太刀打ちできるのかな日本軍相手に。マカオぐらいまでは進攻したいんだけどな。なんか中国プレーとかだとね、すごくやることがあって
おしゃべりする量が多くなるんですけど、このタイプレイはいかんせんやることがなくて、なんかだんまりの時間が増えちゃいますね。まあ、日本語はやっぱり強力だからな、まともにぶつかっても勝てないからね。イギリスも攻勢に出てきたし、日本がやられるのも時間の問題だな。どっちかっていうと本土の方が危険にさらされてるよな。だからこれって史実に近いですよね。大陸方面は優勢に進めているものの、本土が危なくなるっていう。まあイギリスもね、ヨーロッパ方面が片がついたんで、こちらの方にガンガン兵を送ってきてる感じがありますね。輸送船の数が全く足りてないのか。でも大軍が賛成したことによって多少もなりともね、前線を押し上げてる感じはあるな。まあ、中国軍ほどに戦力が充実してないですけどね、実際のところは。もう日本はやっぱり本土よりも中国大陸の方が有利に戦い進めてる感じはありますね。まあ、四国に一旦上陸されてたからね、アメリカ軍に。なんとか弾き返したようには見えますけど。ここは戦勝ポイントを1ポイントでも稼ぐためにちょっと日本軍を叩きましょう。叩けるだけ。まあ中国のために戦ってるようには見えますけど、実際にはね、戦勝ポイントが欲しいだけ。おっと、ソビエトがトルコに宣戦布告。これは新しい流れだな。いや、ソビエトも超大国化してるな。トルコが枢軸国に加盟って、今更このタイミングで枢軸国に加盟する勇気すごいんだけど、トルコの。だってもう陣営で言うとさ、枢軸なんてないでしょ、ほぼ。日本とトルコだけじゃないの。
い、というわけでね、ちょっと中身が薄くなってしまったんですが、今後はもうビクトリーポイントを稼ぐためだけに日本軍と戦うようなね、そんな形にもなりそうな感じがしますが、引き続きプレーの方は頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。